今おはようございます。今稲城長沼駅に着きました。でタクシーはこちらからなんですけれども、呼ばないと来ないそうなんで、今ちょっとお電話して呼んでます。青山さんのあれはこっち、青山さんの応援弁士は9時半からなんですけど、まあ2人目ということですので、ちょっと余裕もあるんですが、タクシーで歩いて15分、歩いて15分ということですので、ちょっと雨も降ってます。今からいらっしゃる方々、皆様お気をつけていらっしゃってください。派手なおばちゃん3人がうろちょろしておりますので、会場で見かけた方いらっしゃいましたらお声をかけお願いします。あ、折れてる。